柏レイソルを応援してくださっているファン、サポーターの皆様、今シーズンたくさんの応援、サポートありがとうございました。トップ4を目指してスタートした今シーズンでしたが、中盤以降の失速、なかなか勝ちきれない試合が続き、目標を達成することはできませんでした。上位で戦っていく上での厳しさ、自分たちの幅さ、弱さ、そういったものをたくさん痛感したシーズンだったと思っています。今シーズン得たこの経験を来シーズンにしっかりと生かして、来シーズンこそより上の順位で戦っていけるようにしっかりと準備していきたいと思います。そして染谷選手、大谷選手がこのクラブに残してくれたものを僕たち後輩がしっかりと受け継いで、来シーズン以降のレースのために日々精進していけたらと思っています。最後になりますが、どんな時でも変わらず応援してくださっているファン、サポーターの皆様、今シーズン1年間本当にありがとうございました。